皆さんこんにちは、杉村真由美です。今日はですね、この秋リリースとなりますネオヴィンテージというアップサイクルジュエリーのコレクションについてご紹介してみたいと思います。アップサイクルという言葉はね、最近非常によく聞かれると思うんですけれども、これは、リサイクルという言葉は材料として再生をさせていただくというものに対して、アップサイクルはですね、使わなくなったものに何かプラスアルファの価値をつけて、よりアップグレードさせたものとして使えるようにしていこうというのがアップサイクルの本来の趣旨なんですね。で、このネオヴィンテージというコレクションがどのようにアップサイクルジュエリーなのかと言いますと、実はこの指輪に使われている、指輪の台、土台の部分ですね、枠の部分というのは全て、昭和に作られたものを再利用して使っております。こういったジュエリーはですね、今リモデルとか、それから買取といった現場で非常に多く持ち込まれるものなんですけれども、基本的にデザインが古いということと、それからその昭和に比べれば金の値段が非常に上がっているという点で、全てスクラップゴールドとして潰して金に再生されていくんですね。で、それももちろんリサイクルなので間違っていることでは全くないんですけれども、ただ職人が一つ一つ手仕事で作ったっていうことを考えるとですね、それは潰してしまうと元には戻せないものでして、でなおかつその頃は CAD とかね、コンピューターで作ったりとか、ワックスモデリングとか、よりその生産性の高い効率的な手法がなかった時代に一個ずつ作られたものなので、今それをやろうとする人はいないですし、またやろうとしてもですね、やはり非常に工賃が高くなってしまうと、そういった点を考えると、潰してしまうのは本当にもったいないんじゃないかなということで、注目したというのが始まりです。で、この時代に作られたものなので、やはりその時の日本で手に入る宝石がつけられているんですね。なので天然石の中でも、例えば、日本産のサンゴだったり、メノウとか、それから合成石、そして、ガラスといったものがついていまして、今これをでは、買い取りしてもらおう、リモデルしようとなった時にですね、実は石としては市場価値がないようなものがついていることがほとんどなんですね。ですので、お客様から、リモデルとしてお預かりしても、じゃあいざこの石をまた違うデザインとして身につけられるものにしたいかっていうと、そうではないっていうケースもとても多くて、それならば枠の方を生かしてみてはどうだろうかということで、枠をそのままに、はめる石を私のセレクトで、選ぶ、そして必要があれば、リカットしたりして枠合わせをして、また魅力的なジュエリーとして、変身させるというのがこのネオヴィンテージコレクションの趣旨です。今回の動画ではですね、実際どういったものがその昭和のジュエリーのデザインなのか、そしてそれをどういったステップで、今のね、身につけたいと思えるようなジュエリーに変身させていくのかということを具体的にご説明していきたいなと思っております。で、これがですね、実際ご自宅にそういったジュエリーを、ご両親とかおばあちゃんとかから引き継いで持っているとか、あるいは同じような仕事をされている方たちが、リモデルに持ち込まれたものに対してお客様にご提案する一つのアイディアとして、広まっていけばよいなというふうに思っているので、ぜひご覧になってみてください。はい、それではですね、早速今回のこのネオヴィンテージコレクションをご紹介していきたいと思います。こちらのトレーに、載っているもの、これが、このコレクションの一部なんですけれども、皆さんいかがでしょうか。こちらを見ていただいて、デザインが古いなと感じる方はあまりいらっしゃらないのではないかなと思うんですが、実は、こちらに使われているこの指輪の、この土台の部分はですね、すべて、昭和に作られた、ジュエリーたちを再利用したものなんですね。それらのその、デザイン性のある枠に私が、石をまたセレクトし直してはめていくというのが今回のネオヴィンテージコレクションの、大きな特徴となっています。
では実際どういったものが千本透かしというデザインなのかといいますと、こちらが典型的な千本透かしのデザインです。このようにですね、裏側から見ていただくと、ぎっしりと透かしの模様が作られておりまして、ここに、大きめの石がはまっているというのが、この頃のこの指輪のね特徴なんですけれども、このリングにではどういった石がもともとついていたかといいますと、この石がついておりました。皆さんこれなんだかお分かりになりますか？こちらはですね、天然石ではなく人工のガラスです。こういった感じで、ガラスだったり合成石だったり天然でも処理のされたようなものというのが、はめられているというのが非常に多く見られるこの千本透かしのジュエリーの特徴なんですね。で、それであればということでこちらを外して、この枠の方を生かしていくというのが今回のネオヴィンテージコレクションの、趣旨となっています。せっかくですのでいくつか、ご紹介していきたいと思いますが、例えばこちらはですね、やはり同じような典型的な千本透かしの、ジュエリーで、出来上がっていたものでした。で、こちらは何がついていたかというと、この石がはまっていたんですね。で、この石を外して、そこにこの、ガーデンルチルのスターのタイプというのを入れました。で、先ほどのこの指輪もそうですし、こちらもですね、うちの、石のストックの中からちょうどぴったり合うサイズというのが見つかったので、特に、加工せずに、石をはめることが、できました。こうするだけで本当に全く、違うジュエリーに、ね、見えるようになってるんじゃないかなと、思います。その他にもご紹介したいものがいろいろあるんですけれども、例えばこちらのリング、これはですね、クォーツインクォーツが入っています。ちょっとねルチルも入っていて非常にあの魅力のある石なんですけれども、座のデザインはねこんな感じで、脇の部分にこのようにこう金線をからげたような模様が入っているのもこの頃の、特徴の一つなんですけれども、そこにこういったインクルージョンクォーツが入るっていうのは、まあ、当時では考えられないデザインだったと思いますので、本当にアイディア一つで全くこう新しいジュエリーに生まれ変わらせられる、まあ、一つの例になったかなというふうに、感じています。で、先ほどのと違ってこちらはですね、もともともっと大きめの石だったんですけれども、このデザインに合わせてちょうどねここの部分にこの貫入の雰囲気がぴったりなんじゃないかなと思って、このデザインに合わせてファセットカットを施しリカットをして座に合わせるようにして石をセットしています。同じようにですね、こちらももともと入っていた石を外してクォーツインクォーツを乗せたんですけれども、これも、このサイドのデザインの雰囲気に合わせて石を選びました。ちょっとねこの唐草っぽい模様と、このガーデンクォーツのこのクローライトのインクルージョンがとても雰囲気が似てると思うんですね。で、このリングに関してはただのクォーツインではなく、ご覧いただくとわかるかなと思うんですけれども、実は中の結晶の中にさらにグリーンのインクルージョンが入っている、なのでダブルで、インクォーツになっているという非常に珍しいルースです。こういったものはですね、やはりコレクションピースですので、まさかこういったものが昭和の、石座に収まるっていうのは今まで全くなかった発想なのではないかなと思うので、こう一つ一つのデザインとその石の組み合わせというのをですね、ぜひ、皆さんにも楽しんでいただきたいなというふうに、思っているんですね。先ほどはですねファセットカットをしたものをご紹介したいんですけれども、このようにねカボションのままセットしているものもいくつも、ご用意があります。こちらはですね千本透かしとさらにこの腕の部分のね、この装飾の組み合わせというのが非常に美しいんですけれども、こちらに合わせたのはこのゲーサイトインクォーツの中でもこのようにですねストライプのような感じで色の、濃淡があるというね珍しいルースを使いました。こちらは、今回の展示会の DM にも使った、とってもねおすすめの、一点となっています。とこちら以外にもですね、例えば、これはですねちょっと、変わったこの、まあ、唐草なのかな、ちょっとね草っぽい感じの模様なんですけれども、この植物っぽい、直線的なラインにこのレッドルチルのこの
ね、直線的な同じようなラインっていうのが、ぴったりだなということで、こちらはレッドルチルを合わせています。あと例えばですね、こちら、今回の展示会また秋なので赤をちょっと多めなんですけれども、こちらは、ガーネットインクオーツです。こちらはお客様の、ための、別のねジュエリーを仕立てしたので、そちらの枠を使わせていただいて、おります。こういったのがね、皆さんの、リモデル、リフォームの何か良い、新しいヒントになればなと、思っております。はい、では、ここからはですね、実際どのようにこの昭和のジュエリーをトランスフォームさせていくのかということをご紹介したいと思うんですが、これが石が外れたばかりの、この千本透かしの、枠となっています。実際どういったものがついていたかというと、これは、このアメシストが入っていました。石の質としてはね、さほど良くない、のと、まあ、ちょっとねやっぱり使用感が出てきているんですけれども、これを外すとこのような状態になります。まだ磨きも何もしていないので、中に汚れも溜まっていますし、色もねちょっとくすんだ状態で使用感がかなり出ているんですけれども、まずここに合う石はないだろうかということで、うちのストックから石を探していきます。で、これに関してはですね、ぴったりの石が見つかったので、この石をね乗せていこうかなと思っております。この、インクルージョンの四角いね紙吹雪の雰囲気というのと、実は、この腕の部分というのがですね、このマットな雰囲気になっているというのは、実は、使っていてこうなったわけではなく、ここをしっかり面取りして、マットにしてあるんですね。で、こういったその昭和の職人さんの一手間っていうのをなるべく、残して、なおかつ今もつけやすいようにしていきたいなと思っているので、これに関してはこちらの石をはめて、そして、ここをですね再度面取りして綺麗に仕上げていくというふうに、したいなというふうに思っております。もう一本はねこちらなんですけれども、これも石を外した、ばかりのものなんですが、これはもともとこういったサンゴが入っていました。こちらに何をはめていこうかとなった時、これに関しては合うサイズのものがなかったんですね。ですので、こういう感じで、大体の外形が近いもので、デザインとして雰囲気が合いそうなものから、リカットをかけてここに合うように枠合わせをしていきます。その際はですね、この腕の、まあ、腕というか全体のデザインに合うようにカボションがいいのかファセットがいいのかということを石の段階からデザインしてやっていきます。そしてこういうふうにですね、外したところの爪に関しては、どうしても、破損というかねなっているので、こういったのを修復しながら、はめていく作業に移ります。で、実際に、はめて、磨いたものというのがこちらですね。ほとんど、デザインは似てるんですけれども、このようにね新品仕上げをするだけで見違えるようになったんじゃないかなというふうに思います。こういう感じで、石の方を変えて変身をさせて今でも使えるようにしていくというのがこのネオヴィンテージコレクションとなっています。そしてこちらはですね、シルバー製のものです。これから加工していくものなんですけれども、どういったものがもともとついていたかというとこちらです。このようにですね、まあ、アコヤや淡水だけではなくグラスパールといったような感じでイミテーションも、乗っかっていることが多いんですね。で、これを外して、これから、天然石を乗せて作っていくわけなんですけれども、シルバーのものに関してはですね、先ほどの金とは違って鋳造だったりすることがほとんどですので、まあ、このように模様が入っていても、ね、ちょっと、工業製品のような雰囲気があったりするんですが、ただ、こういったその昔のジュエリーというのはご家族から引き継がれることも多いと思うんですね。そういった方たちが何か、このままジュエリーを引き継いでいけるようにですね、このように全く、別の提案として、これはデュモルチェライトインクオーツの貫入タイプなんですけれども、石としてはね非常に、レアなものなんですけれども、こういったものを合わせていったらいいんじゃないかというここを提案でね、シルバーもやっていきたいなというふうに、思っております。ぜひこちらの仕上がりも楽しみにしていてください。はい、
皆さんネオヴィンテージコレクションいかがでしたでしょうか。このようにですね、本当に小さなアイデアで今まで潰され壊されなくなってきてしまったものがね、新しい息吹を吹き込んで魅力的に見せることができるよという一つのアイデアですので、またどなたかのね参考になれば嬉しいなと思います。こちらのコレクションはもちろん販売もしているんですけれども、ご自宅にそういったジュエリーがあるなという方はぜひ石をね変えてほしいというご依頼お待ちしておりますので、メール等でご連絡いただければと思います。そして最後にですね、実はこの動画を撮っているのが横浜のインペリアルギャラリーというですね、築90年の歴史的建造物に指定されている建物でして、今回の秋のコレクションはねこちらのギャラリーを使わせていただきます。ですので来てくださる方はちょっと予習になればなと思いますし、また遠方で来られないという方もですね、この動画から少しこのヴィンテージ感というか古き良きものというのがね伝わってくれればいいなというふうに思っております。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。